まずは貨物船の構造を確認しておきたいな。どこを当たるべきか。見張りが戻ってきた。あ、誘拐犯の仲間か。絶対バウバウ。黒い揃いのスーツ。間違いねえ。絶対にバウバウ。うまくすれば船の情報を引き出せるか。絶対に犬の真似をする。アーロン、待った。もうかけてもいい。絶対に犬の真似をする。君は奴らに面が割れてる。僕が探りを入れてみるよ。そう。見ての通り刑事だからね、捜査も割と慣れてるんだ。早くやりましょう。あの、すみません、ちょっと伺いたいことが。あ、普通に行くんだ。なんどっちがバウバウなんだろう。え、あ、いや、ちょっとお話を。くせえな。これ以上の面倒はごめんだ。沈めるぞ。まあ、アーロンが逃げ出したっていうことでかなりパニックになってるだろうからね、組織は。あ、じゃあ逃げ出したのはバレてないんだ。じゃあこれ以上の面倒ってなんだろうね。え、あ、アーロン。乱暴すぎる。秒殺だ。マジで強いね。おい、クソども、お前、なんでここに。そうだね、まだバレてなかったもんね。離せ、苦しい。いや、殺しちゃうよ、アーロン。伺いたいことがあんだよ。アラナがいる船の情報だ。5秒以内によこせ。力技。いや、これはゲロっちゃうしかないでしょ、敵も。せな。わかった。これをやる。これって。バウバウじゃなかったねっていうか、こいつら。あ、結局、まあまあそらそうだよね。気は失わせておかないとね、最低限。いや、強いなアーロン。お見事。ルークちょっと面目丸つぶれ感あるね。操作には慣れてる、任せてくれ。まあ一回やっただけだしね、このゲーム上ではね。ごめん、こういう相手には通用しないみたいだ。まあ一般人相手と大犯罪者相手だしね、それはしょうがない部分もあるんじゃない。今回の捜査では敵の対応はアーロンに任せた方が良さそうだな。なるほどね、敵の対応はアーロンに任せた方がいいと。逆にアラゴト以外なら僕が対応しよう。まあ、敵はアーロン、それ以外はルークが対応していくっていうことね。アーロンは丸っぽいし気が立ってる。一般人からすると近寄りがたいはずだ。なるほどなるほどなるほど、使い分けるんだ。何ぼっとしてる。やつら一体何をよこした。ああ、すごく重要な情報だよ。貨物船の見取り図だ。うわ、めちゃくちゃいいもんくれてる。大丈夫か、言ったらこんなの渡して。これで貨物船の構造については整理できるはずだ。この見取り図を元に操作をするわけだけど。まあ見取り図だね、いつも通りの。時間は限られてる。遠くに足を伸ばすつもりはねえぞ。分かってる。そもそも役立つ情報はこの港の周辺にあると思うんだ。ライブ会場には行かなくていいっぽいね、それなら。現地捜査に移る前に今分かっていることを整理しておこう。なるほど、一旦まとめだね。ここからシンキングタイム。いやー、この演出好きなんだよな。一番重要なのは目的地だ。まあ搬入口でしょ、明らかに。アラナさんが監禁されている場所は、女性の監禁場所。それはどう考えてもここの、え、あれ、搬入コンテナ室中。ああ、まあコンテナ室だね、それは。それはそう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 、間違いない。言ってたわ、コンテナ室って。そもそも彼女のいるコンテナはこの隣接した2つのコンテナ室のどこかに置かれている可能性が高い。まあどっちかっていうのを絞らないとちょっときついね。あ、でもパスロックがあって両方どっちみち通らないとダメっぽいから、どっちかは重要じゃなさそうだね。あそこはどこからこの船に乗り込むことができるだろう。普通にタラップからじゃないの。
通にタラップかね、搬入か。まあでもそうそう、タラップしかタップできないからタラップだね。これだ、船に乗り込むならやっぱりタラップからだ。まあそれはそう、王道だよね。突破ってわけか。他に船に乗り込めそうな場所は、変装して入ったりすればいいだろうしね。まあ搬入も入れると思うけどね。間違いない、メモがあるぞ。搬入、もしかして荷物の積み下ろし場所だよね。コンテナを運び入れるための仕組みがあるのか。でもクレーンでの搬入が一般的だから、人間用の道があると思わない方がいいよな。まあそれはそう、コンテナなんてね、手動で運べる重さじゃないしね。ブツブツ言ってんじゃねえ、人間用もコンテナ用もあるか。俺が通ればそこが道だ。潜入口の候補に加えろ。かっこいい、頼もしいね。マジか、わかった、まあ、普通の人間感覚とはまた違うよね、アーロンは。うん、この2箇所が候補になりそうだ。なるほど、船の潜入口はタラップと搬入口の2つと。そうなると潜入ルートも2つあるってことになる。まあそうだよね、それは。タラップから入って機関室や駐車場を通るタラップルートと、タラップルート、選手の方からコンテナ室に行く搬入口ルート、挟み撃ちにする形かな。じゃあどう見ても搬入口から行った方が近いじゃねえか。あのルークは行けないだろうしね、そっから。うん、確かに。ただこのルートの問題は搬入の仕組みが分かっていないこと。まあそうだね、そこの情報を集めた方がいいね。搬入口がどこを指すのかさえ不透明だ。こういうことに詳しい人がいるといいんだけど。バウバウ？そもそもの話、この搬入口からは何が運び込まれてるんだろう。バウバウが運び込まれてるんじゃない？いやごめん、ちょっとバウバウに会いたすぎてもうバウバウで頭がいっぱいだわ。搬入口から運び込まれるものは、まあ、コンテナ、それは間違いないでしょ。なんだコントとコンビニっても、選択肢になってないでしょ。運び込まれているものはコンテナのはずだ。まあコンテナを実際に搬入室してる業者なら、この船の搬入の仕組みについて何か知っているかもしれない。あーなるほどね、業者に聞くってことか。この辺りのコンテナ業者は港での作業が圧倒的に多いだろうし。なるほどね、それはすごいまとえてるね。コンテナ業者を締め上げて搬入の仕組みを吐かせりゃいいわけだな。一般人相手だから、これはルークが応対した方がいいね。一般の人たちだから穏便に行こう。次にタラップルートだ。当然ながら搬入口ルートと違って入り方ははっきりしてる。まあでもその分敵と出くわすよね。ただいくつか気になるメモ書きがあるな。あ、電子ロック修理中とパスワードロックね。まず機関室のドア、電子ロック修理中か。じゃあそもそも通れないんじゃない？不具合が起きたから修理してるってことだよな。専門的な分野だろうし、正規の業者に依頼している可能性が高そうだ。あーなるほどね、ここも操作で見つけるんだ。電子ロックの修理を依頼する相手といえば、電子ロックを修理できるのは、まあ電気工事会社なんだ。ロックスターってもう絶対ふざけてんな一個。間違いない、電子ロックの修理、電気工事の会社だったらできるんじゃないか。そうだね、もしかしたらロックの型や開け方を聞き出せるかもしれない。鍵破る気満々だな。札にしちゃ見どころがあるじゃねえか。まあルークは目的に一直線だからね。アラナさんを助けるためだ、死の子の言ってられるか。まあ人命最優先、それは間違いない、電気工事会社。次にコンテナ室のドア部分だ。パスワードロックってメモしてある。そうね、パスワードが分かんないと入れないんだよね、そこは。パスワードか、知っているとすれば例の黒スーツの連中だろう。あー、ここでバウバウの登場なんだね。黒スーツがいそうな場所は、まあライブ会場でしょう。そうだね、小会場。え、小会場とか違うの？はぁ、え、違うの？ほら、ボスらしき男が港のショーが終わったら船に戻れって言ってたから、黒スーツたちはショーを見に行ってるって線もあるかなと思って。本気で言ってんのか？え、ごめんなさい。いや、あくまで可能性の話として。めちゃくちゃ怒られたね。まあ、万一
できそうだとしても紹介状に入って聞き込みするなんて現実的じゃないんだけど。まあ確かにライブ中に警察が話しかけてきたら鼻の骨折れるまで殴っちゃうもんね俺だったら。だったら候補にあげんじゃねえ。ごもっともこういう会話もあるんだ。黒スーツがいる可能性があるのは、あ、ここはシンキングタイムは間違っても別になんか問題があるわけじゃないんだね。じゃあちょっとふざけた選択肢があったら選んでみるのも一興だね。まあ倉庫だか、それなら。さっきボスらしき男が言ってたよな、港のショーが終わったらあちこちの倉庫に散ってた連中が帰ってくるって。あ、そうだね。倉庫という倉庫一つ残らずぶっ潰してやるよ。完全に聞き逃してたわ。確かにね、倉庫から集まってくるって言ってたわね。いや、倉庫自体は奴らのものじゃないから。そうだね、触っちゃダメだ。パスワードを記す黒スーツは倉庫にいると。黒スーツ狩りだな。まあそれはアーロンの専売特許だね。そうだな。ルークの振り回されてる感めちゃくちゃいいな。最後に、どっちのルートで潜入するにせよ目的はアラナさんの救出だ。そうだね、搬入から入った方が楽そうだけどね。できればアラナさんがどんなコンテナに囚われているのか当たりをつけておきたいけど。まあ確かにコンテナ室までの障害を把握するのが最優先だ。まあそうだね。その中でアラナのコンテナの情報が手に入るならそれでいい。無理でも現場で探すまでだ。いや冷静だねアーロン、こういうところは。いずれにせよあいつは必ず見つけ出す。いや、やってやろう。ああ、もちろんだ。よし、今考えるべきことはこのくらいだな。早速助けに行っちゃいましょうか。よし、これで繋がった。あとは行動あるのみ。港周辺の調査開始。よし、やりましょう。アーロンにルークドン引きしてる。まあまだ正体知らないもんね。もたもたしてたら置いていくからなと。いや、足手まといにはならないよ。貨物船のことを調べて一緒にアランさんを助け出そう。そうだね、まあ操作パートだね。ラウンドの区切りがある。ほう、次のラウンドで切られるとコードルゲージが全て解決してスタートスポットに戻ります。あ、なるほどね。だから段階を踏んで操作するんだ今回は。操作プレイカスタマイズすると画面下に詳細が出て、まあスポットの特徴や操作のヒントになる情報が確認できると。コードキャラが2人になることでコードルゲージが6に増加します。操作キャラが1人でも一緒ならコードルゲージは3になります。あ、6回も行動していいんだ。それはでかいね、だいぶ。操作の手がかり、アラナが囚われているコンテナは貨物船なコンテナ室のどこかにある。船への潜入口はタラップと搬入口の2つ。搬入口の仕組みに詳しいのはコンテナ業者で、電子ロックの修理の依頼先は電気工事会社。パスワードを知る黒スーツは倉庫にいるっていうことは、まあコンテナから行く搬入口ルートを取れば黒スーツと別に関わる必要はないっていうことで、まあ、コンテナ業者に話を聞いた方がスムーズっちゃスムーズそうだよね。とりあえずまずじゃあコンテナ業者から話聞いていってみる？ねえ、2番倉庫。黒スーツがうろついてる倉庫。近くに一般人の姿は見えない。5番倉庫。黒スーツがうろついてる倉庫。多くの一般人の姿も見える。電気工事株式会社は真面目な工事会社。大衆バル。安くて美味しいと評判の港で働くワイルドな男たちの憩いの場。電気機器研究所。警備ロボットの試作開発を手掛ける研究所。元警察官の社員も多い。あ、警備ロボットって新聞に書いてあったコウモリ型ロボットっていうやつだよね。あ、ちゃんと出てくるんだこうやって。それだったらこっちのコンテナ管理会社、やっぱ港で潰されるコンテナの運搬や管理保管を担当する会社、やっぱりコンテナから行ってちょっとね余った歩数で電気機器研究所とか行けたりしないかな。とりあえずまあコンテナから行ってみようか。エリントン港コンテナ管理会社受付前。ここのコンテナにアラナがいるってことか。いや、アラナさんがいるのはここじゃない、貨物船なんだ。ここで暴れたりしないでくれよ。なことはお前に言われるまでもね。ががってなんだよ、がって。なんかやる気
ここはとにかくコンテナのことならここの人が一番詳しいはずなんだ、うん、港での搬入方法について尋ねてみよう。バディジョイス、ここの聞き込みはまあルークが担当するでしょ。一般人相手ならね、ルークで。クリティカルトーク。すみません。なんか演出入ったね。クリティカルトーク。今のアーロンだったらどうなるんだろう。ちょっと聞いてみたいな。夜分遅くすいません。どなたがいらっしゃいますか。お待たせしました。お待たせしました。今日の営業は終了したんですが、何かご用でしょうかと。すみません。コンテナについてちょっと教えていただきたいんですが。私は事務方なんで現場での搬入手順には詳しくないんですよ。そうなんですね。そうですか。誰か詳しい方はいらっしゃいませんか。詳しいのはやっぱり現場の作業者ですけど、今夜は遅くまで貨物船への追加搬入があってちょっと前に帰りましたよ。貨物船への追加搬入？ええ、急ぎの依頼でどうしても今夜中の搬入でと。じゃあワンチャンここに来たの無駄足だったパターンあるんじゃない？これそうだろう。もしかして搬入されたのはアラナさんがいるコンテナか。あのどんなコンテナを搬入したか分かりますか。うーん、書類がありはするんですが、これ見てくださいよ。相当慌てていたみたいで文字が雑すぎて。本当だ、どこの会社のコンテナを積んだかさえよく読めない。んでも末尾がイニーっぽいぞ。あの倉庫に書いてあったね、レイニーって。もしかしたらここに書かれてる会社名ってヒーローチョイス運輸会社の名前は、ま、これはレイニー運輸でしょう。これだ。え、あのレイニー運輸じゃないでしょうか。え、ああ確かにそう読みますね。青いコンテナのレイニー運輸ですよ。すごいな、よくわかりましたね。いや、コンテナの色までわかった。青いコンテナ、これはいい情報だ。いや、ちょっとピーンとくるものがありまして。そういえば、ああそれから今夜の追加搬入を担当した方に連絡を取る方法はありませんか。あのどうしても今夜のうちにお話を伺いたいんです。すいません、私もさっき連絡を取ろうとしたんですけど捕まらないんですよ。急な作業で懐が温まったから飲み屋にでも行って遊び歩いてるのかもしれません。あ、飲み屋あったね、大衆バル。そうですか、それじゃあ直接探してみます。あ、もし見つかったら伝えてもらえますか。クレーンの鍵を事務所に忘れてるから明朝の仕事までに取りに来いって。でもこの鍵がないと結局クレーン操作できないよね。クレーンの鍵？わかりました。確かに伝えておきます。あ、だから借りるのかな、バルの人に言ってどうしても貸してくださいっていう感じで。クレーンの動かし方が分かれば搬入口ルートで潜入できそうだぞ。タラップルートとどっちがいいかな。どっちでもいいが、クレーンの鍵とやらは借りておいた。さっさと他を渡るぞ。拝借しちゃってるじゃん、アーロン。完全に手癖が悪いけどこの場合はかなりナイスだね。いつの間に。いちいちキャンキャン吠えるんじゃねえ、置いていくぞ。いや、いいね。で、大衆バルに行って話聞いたらいいんだね。搬入チルド、クレーンの鍵は入手、情報入手、コンテナの色が分かった。そうだね、青いコンテナにいる。青いコンテナいっぱいやんね。上に3つ下に2つか。だからここから頑張って情報を得てね、絞り込んでいこうってことだ。じゃあちょっと大衆バルも行っちゃおうか、そのままの流れでね。あ、でもちょうどだね、ちょうど使い切ったね。これで行動力使い切ったから情報が揃ってくれるといいんだけどね。エリントン港大衆バル前。なんで私だけ入れないんですか。いや、まあ、ワイルドな人が集まる場所って言ってたもんね。どう見てもワイルドって感じじゃない。お客様、当店はワイルドな店員によるワイルドなお客様のためのワイルドな酒場がコンセプトです。申し訳ありませんが、お客様少々マイルドすぎるかと。マイルドか。マイルドっていうか完全にダーティーな感じだけどね。しっけえな、入店拒否のひどい店があると SNS に書き込んでやるぞ。いや、おじさんのくせにやり方が若い。どうぞご自由に、ワイルドに炎上するなら喜んでお付き合いしますよ。いや、かっこいい。く、覚えてろよ。なんなんだあいつ。まあ、かわいそうでもあるか。ワイルドな店員によるワイルドなお客様のためのワイルドな酒場。この街にこんな酒場があったなんて知らなかったな。ちんたらしてんじゃねえ、さっさと行くぞ。
バディ・ジョイス、ここの聞き込みは、まあ、ワイルドな人がいいって言ってたから、アーロンの方が、ねえ、いいんじゃない？ちょ、アーロンで行ってみようか。一般人相手だけどね。なんて言うんだろう。クリティカルタワーク！荒々しく言うんだ、クリティカルトークは。いや面白いな、もうアーロンのキャラがいきなりブレブレになってる。もうめちゃくちゃ熱血、店内は多くの水客で盛り上がっている。よし、僕は入店を拒まれるかと思ったけど、アーロンのおかげであっさり入れたな。でもワイルドな酒場だけあってすごい騒ぎだ。これは聞き込みに時間がかかるかも。邪魔だ。ワイルドすぎる。邪魔だ、どけ。え、聞けてめえら。ん？なんだなんだ？この中に港の貨物船やコンテナに詳しいやつはいるか？いたら手を挙げろ。聞きたいことがある。悪い話じゃねえ。いいネタを話せばそれに応じた金をやる。なあ兄ちゃん、その上着ギザギザしてて怪盗ビーストみたいだな。だとてめえ。殴られてえのか？無駄話に付き合う暇はねえ。その鋭い線もビーストってイメージだ。さては兄ちゃんもビーストファンだろう。いや、ファンとかいんの？大怪盗に。どういう感覚なんだろうね、それ。それならお仲間だ。コンテナのこと教えてやってもいいぜ。なんせついさっきまでクレーンでコンテナを搬入してたんだ。ネタの新鮮さには太鼓判だ。まあ、管理会社社員お前かよっていう。探してた男だね。ああ俺は。アーロン、ストップアーロン、ここは話を合わせて。そうだね、もう俺がビーソだって名乗りかねなかったもんね。現時点ではアーロンしかその情報は知らないはずだからね。怪盗ビーストかっこいいですよね。警察が絶対言っちゃダメなセリフ。ん？あんたもファンなのか？もうもちろんです、超追いかけてますよ。いや、大怪盗超追いかけてるって何なの？追いかけられてる時点で犯罪者としてはもう失格でしょ。怪しいな、ファンと言うならこのクイズに答えてみろ。ほらもうしょうもない嘘ついたから変なクイズふっかけられてんじゃん。第一問、怪盗ビーストの武器は。問題が簡単。前やったじゃんこの問題っていう。まあ、鍵詰め、同じ問題出てくると思わなかったね。確保します。確保しますってな。何を確保する気なんだ。鍵詰めですよね。まあこれは初歩問題だからな。本番は次だ。第2問、怪盗ビーストがこれまでに現れた国はいくつだ。まあこれもデジャブだね。16カ国だよねこれは。そうだよね、16カ国合ってるよね。どうだ。そうだね、覚えてるもんだね。結構ズバリ16カ国。これも正解なんて恐れ入ったぜ。今この瞬間からお前は仲間だ、ビースト仲間だ。嬉しくない仲間だな。そうです、もうビースト大好き。じゃあこれアーロンどんな気持ちで聞いてんの、自分の話をさ。限界オタク2人が喋ってるっていう状況。よし、聞きたいこと何でも聞いてくれ。いやそれアーロンこんな顔なるよ、目の前で自分の話をオタクが話してたら。アーロンどうかしたか。アーロン別に、いや複雑な心境。本当に今夜急だったんだぜ。コンテナ室への正規の搬入は定時までにきっちりと終わらせてたってのによ。急に追加で1個、しかも一番でかいサイズのコンテナを積み込めって言うんだ。青くて一番でかいサイズね。なるほどなるほど。おかげでまたクレーンを動かしてコンテナの並べ直しだよ。そうなんだ。クレーン、きっと操縦が大変なんでしょうね。お疲れ様です。ははまあそれほどでもないけどさ、クレーン自体は不当に備え付けだから船めがけて、あー動かしゃいいだけ。いやめちゃくちゃ喋ってくれる。撒いた餌にめちゃくちゃ食いついてくれる。ググッとこうレバーを引いちゃえばね、アームがグーンと伸びるから。不当のクレーンは備え付け、レバーを引けばアームが伸びると。アームを船まで伸ばせばそれを伝って潜入できるぞ。 OK、クレーンの動かし方も分かったね。やったぞ。追加で搬入したコンテナ、アテナさんがいるだろうコンテナは一番大きなサイズ。まあかなり情報は出揃ったんじゃない。慌てて仕事したせいでクレーンの鍵を事務所に忘れてきちまった。まあ構いやしね、明日の朝取りに行きゃいいさ。ってことは明日の朝まではねバレないってことっていうことだもんね、鍵を盗んだことも。その鍵はここにあるんだけど黙っておこう。他に何か貨物船の中やコンテナに変わったところはなかったですか。そうだな、あ急いでたからな、コンテナの並びもごちゃごちゃになっちまったし。
あ、これは勘だけど、新しく運んだコンテナにはなんか動物が入ってると見たね。あ、マーラナが入ってるもんね。やたら静かに運べってうるせえし、なんか中から鳴き声が聞こえた気がすんだよ。いや、これはアーロンちょっと聞くのつらいね。アラナが叫んでたっていう証拠みたいなもんだもんね。アーロンありがとうございます。ありがとうございました。これ情報のお礼です。よし、さあアーロン、もう行こう。助かったよ。君のおかげで情報収集がスムーズに進んだよ。時間が惜しい、それだけだ。時間か、まあ12時までにやらないといけないしね、うん、搬入口から潜入すれば最短経路で潜入できるか。操作成功。まあこれで一応ねえ、搬入口ルートの情報は全部出たんじゃない。ルート解放、そうだ、ルート解放したね。情報入手、まあコンテナの大きさは分かったね。あ、でもまだ分かってない情報があるね、何個か。いつまで探偵ごっこを続けるつもりだ、アーロン。できるだけ情報を集めておきたいけど、彼の焦る気持ちもわかる。もう潜入するか、それとも捜査を続けるか。いや、これまだ出てない情報があるしから、ラウンド2に行って情報を集めたいよね。アーロンに悪いけど、ちょっと続行させてもらいましょうか。 B、 ラウンド終了。ラウンド2になったね。そうだね、また最初の位置からね、戻るってことね。そうだね、まだコンテナの位置、まあ大きいコンテナっていうのは分かったけど、まだ2つあるから位置が知りたい。でどっちの部屋にあるかさえ分かれば位置も分かるから、ここをちょっと知るためにも他のところの情報聞きに行きたいね。まあ移動できるから、そうだね、やっぱ倉庫側とかにも回った方が良さそうだね。一般人の姿が見えないクロスーツ倉庫、バウバウにも会いたいしね。もうバウバウに会いたすぎて、もう感覚がバウバウを求めすぎてる本当に。エリントン港町の裏路地。はあ？はてめえ、何度言えばわかるんだ。パスワードロックの答えぐらい一発で覚えとけよ。パスワードロックの答えか、気になるな。バディチョイス、ここの聞き込みは、まあ、相手が一般人じゃないから、アーロンに甲高い声で叫んでもらいましょうか。いや、ドス黒い声だね。全然甲高くはない。クリティカルタック。いやー、何回聞いても面白い。アーロン、無線連絡が終わったのを見計らって、あいつを、俺に指示するな。ああ、もう行っちゃった。早い。ザインだよ、ザイン。何度言わせりゃ気が済むんだ。コンテナ室のパスワードくらい一発で覚えとけよ。ナーコとバウバウはちゃんとやってんだろ。やっぱりバウバウ出てきた。あの兄弟、動物性の違いとかわけわかんねえこと言ってやがるが、そういうとこはきちっと、やっぱりだ。猫と犬なんだね。どういうキャラ付けされてんの。結構いいキャラ付けされてるけどね、好きだけど。はぁ、そう入力した。いつの間にかまたエイジンさんがパスワードを変えたんじゃねえかだと。知らねえよ、いちいち私に聞くな。切るぞ。パスワード変えられてるって。結構まずいね。で、この大型な黒スーツは、お姉系なのかな？それとも大柄な女性なのかな？たく、どいつもこいつもエイジンのやつにばかりヘコヘコしやがって。もう、いきなりすぎる。ワイルドすぎます。路地裏。まさか。お前まさか、なんでここに。俺の許可なく口を開くな。死にたくなければな。ワイルドすぎる、本当に。横暴。ちょっと待った。もっと手加減を。ふん。助かった。悪いけど時間がないんだ。単刀直入に聞く。アラナさんと彼女が囚われている貨物船について、君の知ってることを教えてくれ。いいな。君の答え次第では、僕の力じゃ彼を止められない。わかるだろう。いや、いい脅し、これは。言う、何でも言うから見逃してくれ。忠誠心が低いんだよな、ボスへの。全然喋る情報。なるほど、彼をおびき出すために姉を誘拐して、ついでに武器の密輸もしていたと。ああ、今回の山でうまくやればディスカードの中で幅を利かせられるってんで。ディスカードっていうのが組織の名前だったりするのかな。エイジンのやつ張り切っちまってよ、部下のほとんど全員が駆り出されたってわけだ。エイジン？知らないのか？私らのボスの名前だ。え、でもボスが幅を利かせられるって張り切ってるってことは、その組合みたいなもんなのかな、ディスカードっていうのは。
つまりアラナさんはあの貨物船のコンテナに囚われているで間違いないな。そのはずだ、エイジンが直々に見張りについてるって聞いたぜ。エイジンはああ見えて慎重だから詳しくは知らねえが、冷房がガンガンに効いたコンテナ室にこもってるはずさ。あ、じゃあコンテナ室のうち冷房が効いてる方っていうのに絞れるんじゃない？冷房？エイジンは無駄に熱い男でよ、なんていうかこう熱がりなんだ。は？余計な口を叩くな。アラナの救出に有益な情報だけ話せ。そんなこと言われてもこのくらいしか。ならその口はもういらねえな。乱暴すぎる。まあ2番走行はこれで終わりか。ボスの名前はエイジン、アツガリと。パスワードロックの答えはザイン。いや、多分ザインか。え、多分ザインが答えになるのかな。これだけだと何とも言えないな。他の仲間から別の情報が聞き出せるといいんだけど、この小汚ねえスーツの連中ならまだうろちょろしてるはずだ。行くぞ。俺の家族に手を出したことを必ず後悔させてやる。肉食獣みたいなすごい殺気だ。アーロンって一体。まあこれアーロンの正体を知った時ルークはどうするんだろうね。警察に突き出したりするっていうね、もう可能性はちょっと低そうなんだけど、ルークの性格的に気になるね、その辺も。操作成功で、次そのまま5番倉庫に行きたいね。まあコンテナのね、ドアザインという言葉に関係してる。でコンテナの色が分かったら、あ、コンテナの位置が分かんないのか、まだ。なるほどね。まあこの辺も後々の5番倉庫電気工事会社回っていく流れで分かればいいけどね。でこっちは一般人の姿が見える5番倉庫なんだね。エリントン港5番倉庫前。倉庫の周辺は大勢の署員に祝っている。ちょっと待て、この黒服ナーゴのヒゲが生えてない版、こいつバウバウなんじゃない？その中で黒いスーツの男が一人異彩を放っている。バウバウでありますように。あの黒スーツ、奴らの仲間だよな。情報を聞き出したいけど、ここには一般の人も大勢いる。騒ぎを起こすことはできないぞ。バディジョイス、ここの聞き込みは、まあ一般人が多いならルークが行った方がいいでしょう。さすがにね。犬の真似をするなら。そうだよね。ルークのクリティカルトークが必要だと思うし。うん、まずは僕が対応すべきだな。アーロン聞いてくれ。ここ僕が人目のない裏路地まで彼をおびき寄せる。そこから先は任せた。ち、長くは待たねえぞ。どうやっておびき寄せんの？この場所なら向こうから死角になりそうだな。ん？お？はあ？エイジンさんがパスワードロックの答えを勝手に変えちまった？なんだそりゃ、なぞなぞか？たく、こんな危ない橋渡ってるってのに何やってんだあの人は。やれやれ。まあいいや、どうせこの町とも今夜でおさらばだしな。エイジンさんの元にいたおかげでこのバウバウ様もディスカードの中で大出世できるぞ。来た、バウバウもめちゃくちゃ待ってた。待ち望んだキャラも、どの相棒よりバウバウ埋まっていたと言っても過言ではない。ディスカードっていつまでもこうして覗いてるわけにもいかない。やっぱりまあディスカードっていうのはね、そういういろんな組織が集まってる組合みたいなもんなんだろうね。あいつを裏路地におびき寄せるんだ。そのためには来たんじゃない？ヒーロージョイス、手引きをおびき出すためには犬の鳴き真似をしましょう。確保します。確保しよう。ここは犬の鳴き真似で、ワンワン、うー、ワンワン。なんでそんな切なげな表情なの？猫のモノマネしてるときはあんなにノリノリな笑顔だったのに。猫派なのかな、ルーク。ん？ワンちゃん？いや絶対犬好きだったらあれが犬の鳴き声じゃないってわかる。やったぞ。お、いい反応だ。いや、まあ、そのサイコパスな笑顔やめろ、マジで。ルークも面白いんだよな。キャンキャン、クーンクーン。いや、どんな気持ちでアーロンはこれを横で聞いてると思ってんの、ルーク。本当に。なんだ、どうした、ワンちゃん。今言ってやるからな。よしよし、うまくいった。なんでうまくいくんだよ、これで。あとはもうこれで。かわいそう、犬好きのいいやつなのに。やれやれ。エイジンさんがパスワードロックの答えを勝手に変えちまったんだ。パスワードの頭とお尻を入れ替えたとしか聞いてないんだぜ。ザインのパスワードのお尻と頭を入れ替えたらインザかな。
俺らだってこのままじゃあの女のいる左舷のコンテナ室に戻れねえかもしれねえんだよ。左舷って分かった。これでもう特定できたんじゃないねえ、アラナのいるコンテナは。マジだって俺は他に何も知らないんだ、信じてくれ。ははリュウジン、そんなに早死にしたいならもう一度言ってみろ。何も隠してない俺みたいな下っ端には何も教えてくれないんだよ。本当なんだ、信じて。あーかわいそう、バウバウ。ごめんよバウバウ、ちっき失いやがったか。なんか心苦しいけど、グーグル巻きに縛ってしばらく路地で出ててもらうしかないか。あーでもコンテナの情報は全部わかったね。でパスワードもわかったと。ややこしいことしやがって。でも潜入する前に分かってよかったよ、うん、黒スーツの連中がいそうな倉庫はこれで一通り調べ終えたよな。次は黒スーツ以外でタラップから潜入するときに役立つ情報がありそうな場所か。まあそれは電気工事会社に行ってね、ドアが修理中って言ってたからそこのことをちょっと聞きたいよね。そうだ、コンテナの位置もつかめたから、そうだね、下側だ、下側の青いあのコンテナにいるってことはつかめたから、そうだね、これで搬入口ルートは全部揃ったね。でもタラップルトのこの情報もどうせなら聞いときたいから、まあ聞きに行こう。